皆さん、こんにちは。今回は松本伊代さんの結婚と結婚相手の不倫疑惑による離婚危機の噂に関する話をご紹介しましょう。名前、松本伊代。本名、小園伊代。生年月日、1965年6月21日。出身地、東京都大田区。学歴、戸板女子短期大学卒業。職業、歌手、女優。事務所、プロダクションノータイトル。活動開始、1981年。ひろみさんと松本伊代さんは1993年11月12日にハワイのマウイ島で極秘に結婚式を挙げ、帰国後の11月16日にフジテレビの第5スタジオで結婚記者会見を行いました。その日に婚姻届も提出したそうです。松本伊代さんは2023年8月28日に放送された日本テレビの特別番組「ひろみ真夏の激走完全密着90日」に出演し、ひろみさんとの出会いのエピソードを披露。松本伊代さんがひろみさんと出会ったのは、彼女がトップアイドルで、ひろみさんがお笑いトリオ B21 スペシャルのメンバーとして活躍していた時でした。馴れ初めは1986年にフジテレビの深夜番組オールナイトフジでの出会いから始まりました。松本伊代さんが MC を務めていたこの番組に、ひろみさんは B21 スペシャルのメンバーとして1989年から1991年まで出演。松本伊代さんは当時、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウンと共に活躍する B21 スペシャルのひろみさんに一目惚れしたそうで、フジテレビの廊下で偶然出会い、ゴルフに誘うことがきっかけで二人の関係が始まったと話しています。ひろみさんとの交際を通じて、彼の誠実さや内気な性格に惹かれていったと松本伊代さんは語りました。一方のひろみさんは、当時の芸能界ではお笑い芸人がアイドルと交際することはタブー視されていたことを明かしています。またひろみさんが別の番組で語ったところによると、松本伊代さんから電話くださいと言われて電話番号を受け取ったそうです。しかし松本伊代さんが渡した番号は実家のものだったため、ひろみさんからが電話をすると松本伊代さんの母親が出てきて萎縮したそうで、最終的には夜中の12時に電話する約束をして、そこから2人の関係が進展したとのこと。松本伊代さんが積極的にひろみさんを追いかけたのが印象的で、フジテレビの廊下でひろみさんに「ゴルフに行きましょう」と声をかけ、その後何度かゴルフを共にしたことで親しくなったといいます。ひろみさんが松本伊代さんに「メロンジュースを作る」と誘ったというエピソードもあり、そのユニークなアプローチが印象的です。このようにして交際期間4年の末に2人は結婚に至りました。また当時の芸能界ではタブー視されていた人気アイドルとお笑い芸人の禁断の恋が2人の関係をより熱くさせたのかもしれません。2人の交際は週刊誌に掲載された写真がきっかけで明らかになり、ひろみさんの提案で結婚が早まったといいます。1993年9月末に松本伊代さんの実家へ挨拶し、10月15日に両家の了承を得て、すぐに結婚式の日程を決定したとのこと。しかし結婚会見では報道陣から冷たい質問が飛び交い、祝福される雰囲気ではありませんでした。当時の芸能界ではお笑い芸人とトップアイドルの結婚には格差が感じられたため、この結婚に対するマスコミの反応は冷ややかだったようです。ひろみさんは以前、結婚する際は報道陣に知らせると約束していたにもかかわらず、極秘に結婚したことがマスコミの不満を招いたとされています。夫婦としての生活では、ひろみさんは松本伊代さんに対して常に愛情を示しており、ママは生きていてくれればいい、家事はどうでもいいとのこと。また今日もママ可愛いね、今日もママ一日ありがとうと朝と夜に言うことを習慣にしています。一方松本伊代さんは料理が得意ではないようで、
天かすを入れたチャーハンなど独特な料理を作ることもあるようです。ひろみさんは結婚生活において奥さんを大事にしないのはダメ、家事ができないなんて些細なこと、毎日話し相手になってくれるだけで感謝など夫婦論を語っています。また寝る前に必ず優しい言葉をかける、日常的に好きだよ、可愛いね、ありがとうを伝える、離婚という選択をなくすことでお互いに工夫ができるという考えを持っています。このような考え方が夫婦円満の秘訣となっているのだとか。ですがひろみさんと喧嘩をすることはあるのだそうです。お二人ですが5月22日放送の日本テレビ系朝の情報番組デーデーに出演した際にひろみさんとの喧嘩について語りました。松本伊代さんは番組の最後、視聴者からの質問コーナーでひろみさんと喧嘩することはありますか、仲直りの方法はと聞かれると、時間が解決してくれるからと笑顔で返しました。もちろん最初に私がすごい謝りますと説明し、喧嘩すると口聞かなくなっちゃうタイプ、引きずるタイプなので長くと説明しました。今もちょっとだけそういう感じですと笑顔で明かしていました。思わぬ告白にメンバーは驚き、 MC の南海キャンディーズ山里亮太さんは帰ったらね、お互い謝りましょうとカメラに向かって呼びかけました。さらに松本伊代さんは視聴者からひろみさんと毎日欠かさずにしていることはという質問に、いってらっしゃいのハグみたいなスキンシップはしますねと回答しました。山里亮太さんは、ひろみさんテレビの前で顔真っ赤になってるんじゃないですかとその場を盛り上げました。この日の放送は松本伊代さんをメインにした内容で、天然エピソードなども披露され、視聴者からは松本伊代さんのエピソードかわいい、松本伊代ちゃんを見守るひろみさんの優しさが伝わってきました、あんな夫婦に私たちもなりたいななどのコメントが寄せられました。しかし松本伊代さんが2024年8月3日日本放送サンドウィッチマンザラジオショーサタデーに出演し、夫のひろみさんについて最新の近況を語りました。パーソナリティのサンドウィッチマン伊達みきおさんは、ひろみさん本当に伊代さんのこと好きですよねと水を向けました。松本さんはどうですかね、最近はあんまり愛を感じない、いつもママ可愛いよって言ってくれるけど最近言ってくれない、可愛くなくなってきてるのかもしれないと説明、でもすごい仲良しですと慌てて付け加えると、伊達さんからもう遅いですと突っ込まれました。ひろみとの喧嘩については、最近はしてない、する時は長い、ひろみさんは怒ると口を聞いてくれない、その時間が長くなる、私もすぐ謝るようにしてると言い、ひろみさんが悪い時もあるとの質問には、ないです、 98% ぐらい私が悪いと思いますと答えて笑いを誘いました。そんな二人の間には二人の息子がいます。長男小園亮さんと次男小園俊樹さんです。名前小園亮、出身地東京都、生年月日1995年9月9日、身長175センチメートル、血液型 B 型、所属事務所 A チーム。長男小園亮さんは2015年9月に芸能界デビューした俳優、2015年3月に自らの力量を試すため両親の名前を伏せて参加したオーディションに合格し、芸能事務所の A チームに所属。2015年に上演された舞台レター2015で俳優デビューし、以降は2016年の僕のヤバい妻や2018年のファイナルカット、2019年のミラーツインズ、2020年の今夜はこの字でなど、ドラマを中心に多くの作品に出演しています。芸人の父親、アイドルの母親には勝ち目がないと判断し、違う土俵で勝負するため俳優の道を選んだそうです。名前小園俊樹、出身地東京都目黒区、生年月日
1998年5月21日、最終学歴、成城大学文芸学部芸術学科卒業。小園俊樹さんは小学1年生の頃から野球をしており、中学、高校と野球部に所属していました。2015年7月に開催された高校野球西東京大会では、5番キャッチャーとしてフル出場。2回戦目に鳴瀬高校と戦い、延長10回の末、8-7のサヨナラ勝ちで勝利を収めて3回戦へと駒を進めています。高校卒業後、小園俊樹さんは成城大学へと進んでいますが、高校最後の大会のインタビューで、もう野球はやらないですと答えていたので、大学ではキャンパスライフを楽しんでいたのかもしれません。大学時代からはサマーイズオーバーというバンドでボーカルを務め、プロデビューを目指していたものの、他のメンバーが就職することに伴いバンドは解散。大学卒業後はひろみさんが立ち上げた事業に携わっているとか。しかし大学時代から芸能界入りを意識していたこともあり、芸能界で頑張ってみたいとの思いがあるそうなのですが、父親のひろみさんと母親の松本伊代さんはそれに対して戸惑いを感じていて、親の七光で芸能界入りと揶揄されることを懸念しているのだそうです。ひろみさんは2020年12月26日に週刊女性プライムで夫婦論について聞かれ、一度結婚したら離婚はしないと決めているということを紹介しています。一度結婚したら離婚しないという決意で結婚しており、不満が生じたとしても解決策を見つけるという姿勢を持っているそうです。2020年12月26日には週刊女性プライムで、結婚してもまだ遊ぶ若者に対して、年を取った時に本当に大切なのは配偶者だと伝えることがある。最近は不倫や浮気が社会的に厳しく見られており、芸能界だけでなく一般社会でも不倫や浮気は珍しくない。自分も若い頃は遊んでいたが、外でのチヤホヤに浮かれて家庭を顧みないのは良くないと語ったことが綴られていました。ただ過去には不倫疑惑が浮上し、離婚危機がささやかれていたそうです。2009年6月、女性セブンによりひろみさん自身が経営するジムのインストラクターとの不倫デートが報じられました。相手は可視式カービーダンスというエクササイズで有名となったボディメイクインストラクターの可視式ひろみさん。記事ではひろみさんが車で可視式を家に送る姿や食事風景の写真が掲載されていました。可視式ひろみさんは神田宇野さん、優香さん、星野明さんへのトレーニング指導で有名になり、カービーダンスの関連書はいずれもベストセラーとなるほどの人気でした。しかし2012年8月にひろみさんのジムから独立。この独立の理由がひろみさんとのトラブルだったと伝えられています。一部メディアでは不倫関係にあったひろみさんとの関係を清算するためと報じられていたものの、結局当時月給制で著書の印税がほとんど入らなかったことがきっかけだったと判明。全てが判明したのはひろみさんが可視式ひろみさんの裏の顔を週刊誌週刊文春で暴露した2014年3月13日、可視式ひろみさんが方向性の違いを理由にひろみさんのジムから独立した時、周囲にひろみさんの悪評を吹聴、ひろみさんサイドに火があるかのような報道がされ、テレビでは神田宇野さんが著書の印税はひろみからもらっていないなどの発言をしていました。神田宇野さんの発言や一連の報道にひろみさんはスルーしていましたが、連日このニュースが報じられたことでひろみさんのイメージが大幅にダウンしてしまいました。その3ヶ月後、可視式ひろみさんは女性オーナーのバックアップを受け、自分のジムカービーグランドをオープンしましたが、経営方針をめぐってオープンからわずか1年後の2013年12月頃に閉鎖。この当時女性自身が可視式ひろみさんがスタッフや生徒を見捨てて
一人で逃げ出したという記事を掲載したのですが、それに対して柏木ひろみさんは週刊誌でスタッフや会員様を見放して一人逃げ出したなんて嘘と反論。そして2014年1月17日の中居正広の金曜日のスマたちへでスタジオ閉鎖をめぐる柏木ひろみさんの言い分のみを放送したため、これに女性オーナーが激怒し TBS に抗議したそうです。女性オーナーは柏木ひろみさんに毎月250万円のプロデュース料などを支払っていたにもかかわらず、ほとんど生徒にレッスンをしなかったことなどから関係を断ったことを明かしており、ひろみさんはカービーダンスが注目されてからは僕のスタジオにいた時も彼女は一般の会員にはほとんどレッスンしませんでしたと暴露。また会員が柏木ひろみさんのレッスン予約を取れなくなりクレームが殺到したことなどで営業に支障をきたしており、それが限界だったため柏木ひろみさんに独立を勧めたことや、柏木ひろみさんがもらっていなかったと主張した著書の印税について、ひろみさんは柏木ひろみさんの会社に対して1億円以上の印税を払っていたことを明かしたのでした。余談になりますが、松本伊代さんは2022年11月24日にバラエティ番組狼少年の収録で全治3ヶ月の重傷を負っていたことがあります。 TBS の発表によると、松本伊代さんはクイズの不正解者が落とし穴に落下する企画即落ちに参加し、不正解になったことで落とし穴に落下したといい、落とし穴にはスポンジ状のクッションが敷き詰められていたものの、1.5 メートルの高さから落下した衝撃で腰を負傷したとのこと。病院で検査を受けた結果、腰椎の圧迫骨折と診断され、回復までに3ヶ月ほど治療が必要だと医師から告げられたそうです。これについて2023年8月27日の24時間テレビで療養中のことを語っていました。松本伊代さんは全然良くならず不安になっちゃったと、めまいなどの体調不良が続いたことを解雇、涙を流しながら、どこまで治るか、一人で下着を履けずお風呂も入れなかったりとかしたから、ひろみさんの仕事にも迷惑かけちゃうのかなと思ったから、ひろみさんに一回パパ離婚してもいいよって言った。ひろみさんは嬉しい、本当離婚してくれんのなんて言ってましたけどと笑顔で振り返り、これに対してひろみさんが全然覚えてないね、本当離婚というワードが俺の中にはないわけと返したのでした。今回紹介した松本伊代さんの結婚と結婚相手の不倫疑惑による話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。